はい、皆さん、こんにちは。レ戦クセン講師の森間です。今回は2025年合格目標、新1五ヶ月合格コース秋生スタンダード、こちらの説明をさせていただければというふうに思います。まず私の方から、この講座のカリキュラム、こちらを説明して、その後佐々木講師の方から、この講座のポイントについてお話をしていきたいと思います。 でこの講座は2025年の司法書試験を目標にしてもう確実に合格していこうこのようなカリキュラムが設定されておりますまずこちらご覧になっていただければと思いますがカリキュラムのところですねでいきますで早くから本論編をスタートすることによって週2回のペースで勉強することができますから仕事をしている方とか育児をしている方とか それから介護している方とかもう時間がない方でも無理なくコンスタントに勉強が進められるそのようなカリカムになっています。 で、講座のところでは、まず講師が説明をしていくというインプット講座。え法律を皆さん初めて勉強する方が多いでしょうから、もうゼロからわかりやすくお話ししていく。それがこちらのインプット講座になりますが、まず全体構造編が3回あります。司法書試験はどんな試験なのか、何を勉強すればいいのか、法律は一体何なのか、そういうところからスタートしていきます。 いきなり各法律の細かいところに入るのではなく全体構造編を置くことによってスムーズに理解をすることができます。で、その後すぐに先ほどお話したとおり本論編に進んでいきます。で、使書士の試験は11科目ありますが、まず大事な主要科目については回数を多く丁寧に説明して皆さんにしっかり理解できるように適切な回数が用意されています。で、その後マイナー科目と呼ばれる こちらですね、マイナー科目と呼ばれるような科目については、コンパクトに、しかもその中で凝縮した講義を提供していくという形になります。インプット講義だけで知識が身につくものでもありませんから、アレックの方ではこちら、アウトプットも用意しています。 まず、全科目、択一式、到達をチェックテストという形で、使用書士の試験できちんと点数を取っていかなければいけない択一。これの問題練習をしていきます。インプットをして、その知識をきちんと皆さんが考えて回答していくことによって、確実な知識を身につけてもらおうとしているんですね。で、カリキュラムを見てもらうと、インプット講義から少し遅れる形でのテスト。これが用意されています。ですから、インプットして、自分で復習をして、で、 こちらのアウトプットをしていくといった学習の流れがきちんとできるようにしています。アウトプットは、卓越だけではありません。こちらのですね、ベースアップ講座。こちらも用意されていて、これが期日の練習になります。で、これは不動産登記が10回、商業登記が10回用意されています。もう10回も練習をしていきます。しかも、各練習ごとに、その担当講師の方が 解説講義を加えていきます。つまり、それで解き方が分かるんですよ。ですから、単に記述というのは知識を身に,つけていけ身につけていけばいいわけではなく、その解き方っていうものが分からなければいけないんですね。これを講師が説明していきます。ですから皆さんはそれをまず真似すること。いきなり自分で解法っていうのを編み出すことはできませんから、講師が教えた解法を真似するのが一番早いんですよ。ですからそれをしっかり提供していきます。で、このようなインプット講義が、 3月、2月から3月にかけて終わる形になります。でも、それで終わりじゃないですよ。直前期に向けて、講師オリジナルブラッシュアップ講座、これが今年の講座リニューアルポイントで6回行われます。で、これは各クラスの講師が、担当講師が、すべて自分でオリジナルな講義を提供していきます。ですから、この時期、これをやろう。過去も練習しようとか。 深掘り論点を提供していこうとか皆さんに必要なことを講師がセレクトしてお話をしていきますこれでもうパープを目指してもらおうといった形で今年からリニューアル加えることになりましたでその後ですね4月から6月本試験にかけて討練やそれから公開模試などが用意されておりますこちらですねでこれは何かというとこのインプットアウトプットで身につけた力を本試験で出せるように練習していく 本試験の時間配分と同じような時間配分を普段から練習しておかないと解けるようになりません。ですから力をつけるところだけでなくそれを出せるようにするところまでがこの講座入ってるわけですよ。であとは7月使用書士の試験を受験してもらって合格点をしっかり取っていくとこれがこの講座のカリキュラムになっています。ではこの後佐々木講師の方からこの講座のポイントこれをお話ししていきます。 はい。では、私、佐々木宏美の方から、こちらのスタンダードの講座のポイントですね、こちらをご紹介してまいりたいと思います。森山講師の方からも話がありましたように、講義を受けていただいて、そして問題演習を同時並行的に進めていただくというところになりますが、この講座のポイントといたしまして、インプットとアウトプットをリンクさせるというところに特徴があります。 近年の司法書試験においてはであのもちろん過去問も解かなければいけないんですが過去問だけではやはり受からないという傾向がございます。 でこの過去問じゃあ過去問だけで受からないんだったらどういうふうにしていけばいいのかっていうとこの講座ではですね近年の出題傾一に,に関しては、ね、あの改正法改正だとかで出題傾向変わったりそして実務の動向の変化によってもやはり問題の質っていうのが変わってくるんですね。 ですから、えー、古い問題をぐるぐる解き回している過去問演習、えー、これだと、えー、やはり伸び方に限界がありますから、えー、プラスアルファとして新傾向の問題、えー、こういったものも、えー、チェックテストの方で解いていただくと、えー、講義を受けていただいて講義と並行してはもちろん過去問を解かなきゃいけ,ないけませんがただ、えー、その科目終わった段階で次のステージに進んでいただくそのためのチェックテストといったものがあ存在します。 このチェックテストを受けていただいて我々講師陣が担当する解説講義を受けていただくえー、そこでさらなる、えー、ね、えー、講義プラスアルファの知識を入れていただくそして、えー、解き方テクニックを学んでいただくということがあ講座の鍵になっておりますさらにですね、えー、充実の記述演習ですね、えー、特にこのレックの講座ですね多くの合格者を輩出しているという観点でいうとえー、特に記述演習の充実これがあ多くのポイントとしてあげられるかなと思いますで、えー、最近ではですね、えー、卓一も点 取らなきゃいけないけども記述で大きなミスをしてしまうと、えー、なかなかあ合格できないという傾向が出てきますから、えー、その記述演習の充実についても ねえー、講座受講中は基礎的な問題をしっかり解いていただいてさらに記述演習の問題レベルを上げていくといった意味においてはこの「記述解放ベースアップ講座、えー」こちらを皆さんに解いていただくそして解き方テクニックというものが必要となってきますのでその解き方テクニックに関しては担当講師が解説講義全問解説いたしますので、えー、ぜひそちらの方も期待していただきたいかなと思います。 でえー、こちらですね、えー、レックう、ね、あの、ね、伝統的なブレイクスルーテキスト、えー、こちらも使用してまいりますので、えー、ぜひそちらの方もしっかり皆さんの合格のためのバイブルになるテキストですからものにしていただきたいかなと思います。 特にこの空き性スタンダードに関しては講座の進度も比較的ゆっくりで進んでいきますから講義を受けてしっかり復習をする過去問演習するそしてさらなる問題演習を入れる時間も充実に取りやすいカリキュラムになっておりますのでぜひ、司法書士試験ですね、多くの受講生さんがあ、ね、あの働きながらそして家事・育児をしながらあ,、ね、あと大学だとかダブルスクールという形で進める方非常に多いので,で講義も週原則2コマという形で ちで、えー、ゆっくりめに進んでいくので、えーねあのー、それを、ね、着実にものにしていただいてでぜひ皆さん我々と一緒に2025年一発合格を目指して頑張ってまいりましょうで、えー、こ,のあのこちらの講座何か、ねえー、あの追加で聞きたいとかいうことがあればです、ねえー、各本校の方で受講相談を、えー、受けたまっておりますのであの何かわからないところ等あればあ、ね、お近くのレックそしてまたーコールセンター等にお問い合わせいただきたいかなと思います ぜひ皆さん、えー、我々と一緒に頑張ってまいりましょう本日はありがとうございました